れフロリの森の、うん、うまいな。Yes, Papa. Eat the movie? Yes, Papa. Daddy, my? No, Papa. Open the mouth. Ah, ah, ah. I don't eat the movie, me, but the teeth, okay? Okay, brush teeth, okay. Okay, go bathroom, okay? Go bathroom, gotcha. Okay, come on, follow me. 今? Yes. まだ番組終わってないもん。Come on, come on. I'm not done yet. Did you finish yours?Okay, let's put that in the fridge. Okay?、What? Let's put that in the fridge. このレゴ何ヶ月も戦ってるんだけど、なかなか終わらない。量が多すぎるし、やる気の問題なんだよね。で、あと、こう、まあ、ザーッとやって、で、ちょっと、あ、じゃあ続きは明日とかってなったらさ、その翌日戻ってきてやろうと思うとすっげー汚されてんのまた。だからもう2歩進んで1歩下がる、3歩進んで2歩下がるみたいな、なんかそんな感じなのね、進み具合が。だから全然もう一生終わんないみたいな感じ。だいたい終わってきたっていうか、まあ半分は終わったと思うんだよ。全部色分けされてて、例えばこれとかは葉っぱのやつなのね、これはこういうのじゃんとか、これは椅子のやつとか、これは青じゃん、このさピンクも微妙な色のあれがあるわけ。これ全部ピンクだけど違うじゃんとかさ、これも紫だけど薄い紫と濃い紫みたいなとか、タイヤたちとかね。でこっちは細長い人たち、細長い人たちとか、あとこれはなんか四角いやつとか、すごい量だよ。あ、これはドア挟まってない。これは太いドアで、これは細いドアなの。なんかもう一生終わんない気がする、これマジで。あ、でこれは人たち。これは人たち。皆さんごめんね、いつも私さ、すっぴんでウェブビデオに出てきてちょっとごめんなさいなんだけどね、今さ、私この間ポッドキャストのインタビュー受けたじゃない、それえみこさんもうアップロードしてくれたのさっき。だからこれからね、ちょっとそれを聞こうと思って、で、ね、あのすっげえ私緊張してたから、やばいほど緊張してたから、多分喋ってるのとかも多分すっごいやばい気がするんだよ。だからちょっと一人で聞くの恥ずかしいから、ちょっとこうやって皆さんとシェアしようと思って。でも私のインタビューは彼女のポッドキャストに行って、あの興味のある方はぜひ聞いてみてください。ポッドキャスト全部タダだから、私はこれヘッドホンつけてやるからね。見えるかな、これが彼女のポッドキャスト。緊張する。行くで。
今日終わったよ。何分あったんだ、何分あったんだ。ちょっと私顔テカってるし、多分1時間もないぐらいだけど、50何分とか多分あったの。なんかすごい、なんだかんだよかったよ、なんだかんだよかったよ。なんかすごい私すっごい緊張してたけど、そんなになんか会話聞いてて緊張してる感じじゃなかった。すごい相づちするから、私がそれがちょっと多いなって自分でも思ったけど、結構よかったよかったし、なんかすっごい恵美子さんとはいろんそのインタビュー終わった後もなんだかんだすごい喋って、個人的に。でもやっぱり考えてることとかがすごい一緒だったんだよね。で彼女はでもそういう仕事したいけど始められないとか、そういう感じでこうでもやもやしているような女性を後押し したい感じで活動している方なのね。で私はだからそういうのって結構そのさ、女性のなんか悩みとか抱えてることとか、なんかそういうのに触れていくんだよね。で私はメイクを通して、そういう通り道は違うけど、でも最終的にたどり着くところって一緒で、だからなんか結構話がすごいあって、なんか彼女住んでるのがカリフォルニアだから、本当近くいたら絶対に夜一緒に飲みに行ってでみたいな、絶対ガンガン喋れた感じのタイプの人だと、もうすごい超大好き、最高。もうこれからまた E メール送ろうかと思う、すっごい良かったっすっつって。私あんま褒められるの好きじゃない、好きじゃないっていうか苦手っていうか、なんか言われてもどうしていいか分かんない。みんなそうじゃん、人間って。いやーそんな、いやー本当私って本当にみたいな感じのタジタジみたいな。いやなんかすっげー褒めてくれるからさ、あゆみこさんもうよかった。でも本当にこのインタビューさせてもらってすごいよかった。改めてなんか自分がなんでメイクしてるのかとかなんか考えてさ、すごいいい機会だったんですよね。これから違う風をもっと吹かせていくぜ、私2020年。ちょっといろいろやってるから、私皆さん見てて。これコストコで買ったパジャマだよ。でも皆さん2020年私新しいことするからね、見ててください。私は言ったことをやっていくから、証明していくから。言っちゃった、言った限りにはやらなきゃだよ。でもね、言うもう何、心の準備できてたから。 Yes、 おやすみ。おはようございます。今日はこれから Thanksgiving のショッピングに行かないといけないの。そう、今日これから Thanksgiving のグロシーショッピングに行かないといけないの。気づいたらもう今日月曜なんだけど、今週の木曜日に迫ってんのね。だから全然準備してないんで、これから買いに行きます。はい、これトイレ行かなきゃいけない系じゃない私。でけって That's too big. What? あごめんな、逆だし。
さ、ほら、大丈夫？痛かった？ Yes。 ほら、See you, Dad. See me. You see me? 見える？なんか変だね、これ。チーズ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 。Good job. Good job?できたよ。ゴジラいらねって、ゴジラは。ゴジラ、ゴジラ持ってくの？あれ、バックパックどこ行った？なななななバックパックは？あ、やつ。ゴジョバックパック。ゴゲチョバックパック。オッケー、ゴゲチョバックパック。ここ行きました。イエス。今日のアウトフィットは、チラ見せのボーダー。真っ赤なセーターに白いパンツでコンバース、ワイド気味に開いている、パンツなんですけど、このコンバースはめっちゃ汚いです。洗ってないです。 OK、 フロリ行くで。はい、 Gonna go。フロリー、 We gonna go。 お姉さん、OK、バックバックしてるの？はい。Ready to go? Yes. OK, let's go. やっぱりめっちゃ混んでる。もうみんな同じこと考えてる。これすっげー遠くに止めるパターンじゃん。いやだ。待ってね。ほら、OK？必要なものだけ買って帰る。サーモンとワインと、ああなんだっけ。やばいやばい。Mm-hmm.
大暴れ。これ加速10ドルだったよ。いやーラッキー。プリンミックス。プリンミックス。イエーイ。ん？でもちょっと待って。こっちの方が安い。何だ？これの枝豆のシェル。これこうバコッと入れすぎじゃないか。OK 終了。そしてしまいにターゲットでダイパーを買わなくてはいけない。最高な日です。今日は最高。おいおいおい、ちょっと忙しだよ、忙しい。やっと家着いた、マジで。今2時10分。ちょっとあのさっていうかさ、なんかさ、あれじゃん、始めたら終わらせなきゃいけないからね。だからさ、 Vlog 頑張ったけどさ、大変でした。はい、このさ、イートがたまにさ、ファットって言ってるみたいに見えるわけ。
食べてる時に昨日全然寝てくれなかったじゃん。ねえ、全然寝てくれなかったじゃん昨日。なんか2時ぐらいまで起きてたじゃん。12時から2時ぐらいまで起きてたじゃん昨日お兄さん。おっぱいくれってか。そうよね、そうよね。ダイパー変えましょうマジで。とりあえずね、疲れた、疲れた。じゃあどうする。あ、これね、このさ飾れるじゃんか上の、これこれとね、あっちにもあるんだけど、なんか結構前にね子供たちが作ってくれたんだけど、なんか週末やることなくって、でも外が天気悪くってみたいな時だったので、うちの旦那がね、ハサミ持ってこい、何、テープ持ってこいって言って、こうずっとこう子供のさ、フローレンスとキャメロンだけど、こう切って丸めてみたいなのずっとこうやってくれってわけ、私が忙しかった時に。それのデコレーションなの。トイレ、私トイレ行きたい。こうやって見ると似てるよねうちらね。ねえ、でも旦那寄りなんだよ、旦那になんだよね。ね、キャメロンそっくりだもんね。キャメロンの赤ちゃんの頃そっくりだもんね君ね。うちのさ子供3人ともみんなここ、このほっぺの赤いやつ、3人ともみんなこの時のこのぐらいの時期の時、母乳のさ、なんか勲章みたいな、こういつもここが濡れてて、あ、いつも濡れててみたいな、それでそうできちゃうんだよね。疲れた。